当円達は、中華民国の軍人、政治家。国民政府の軍人で、越軍の指揮官。中国国民党左派の要人で、後に、中国国民党臨時行動委員会を組織して、国民党、共産党の双方と異なる、第三路線を標榜した。自は卓生。父は、秀才で、慶応健常で、塾教師を制御としていた。1909年に、 関東陸軍小学に入学する。この時に教師を務めていた東高の地具を得る。侵害革命が勃発すると、東円達も革命派の軍隊に参加した。1914年、武将陸軍第二予備学校で学ぶ。卒業後の1916年に、保定陸軍軍艦学校に入学した。1919年の卒業後、西北地方で実習に参加した。 1920年に、東高の勧誘を受け、甲州へ戻って、越軍に参加した。同年夏に、東高率いる、越軍第一子が成立すると、東延達は、同志三望県不評独立英英長に就任する。さらに公平英長に移動した。この後、東延達は孫文を一貫して支持し続け、孫文に反旗を翻した、陳形明の討伐などで軍港を挙げた。 1924年5月、候補軍艦学校が成立すると、東円達は、教練部副主任兼学生総隊長に就任し、多くの学生たちを訓練して、精鋭部隊の創出に貢献した。一方で、教練部主任の王博麗とは対立し、1925年春、東は辞任に追い込まれた。まもなく、ドイツなど、欧州各国を歴訪している。この際に、 マルクス主義の書籍に親しみ、中国共産党の取得と信仰を結んでいる。同年冬に、党円達は帰国する。翌年1月の中国国民党第2回全国代表大会で、候補中央執行委員に選出され、さらに候補軍艦学校教育長に就任した。同年3月20日に、蒋介石が中山菅事件を引き起こすと、党はこれを、 反革命行動と求断する。そのため省に拘禁されて失脚し、長州軍文工教育長に左遷された。同年7月に国民党の北伐が開始されると、党円達は国民革命軍総司令部政治部主任に任命される。そして、主に国民革命軍第四軍と行動を共にした。第四軍は湖北省でご配布率いる。 直霊派の軍を激戦の末破り、さらに、武将攻略戦では、党自ら前線で特戦している。10月、武将を攻略すると、党は、武漢行営主任、湖北政務委員会主席などの職務兼任した。11月、国民党中央政治会議が、武漢戦闘を決定する。党円達らは12月に、国民党中央執行委員、国民政府委員臨時連席会議を武漢に、 成立させ、国民党中央組織の設立を準備した。ところが1927年1月、小解析が南省で中央政治会議を召集し、武漢との分離を図る動きを見せる。当らは3月10日に観光で国民党2期三中全会を開催して、省の職務を停止し、孫文の貫祖、貫ねども、 不助農耕の三大政策の支持を表明した。党はまた、中央執行委員、中央政治委員会委員、中央農民部長、武漢軍事政治学校責任者などを兼任している。党円達は、貫ども、農民解放運動を支持する政治理念を有しており、湖北や湖南で発生していた農民運動も容認していた。しかしこの姿勢は、 国民党派だけでなく王朝名ら武漢国民政府内の要人との関係まで悪化させることになった。同年4月12日の上海クーデターに際しては、党は小解析討伐を主張している。同月、党は第二次北伐を完光し、張作人の法典派を協玉省と協力して、カナンで撃破した。しかしこれ以後も、大共産党、大ソ連などをめぐって、 武漢政府内の路線対立は激化し、ついに6月30日に、党は辞職して、モスクワに亡命した。その翌月に、武漢国民政府は反響を決定している。それからしばらく、党円達は、ソ連や欧州に滞在し、引き続き反省解析運動を継続した。1930年春、党は帰国して、上海で成立していた中華革命党を、 中国国民党臨時行動委員会に改組し、中央幹事改装幹事に選出されて、その指導者となった。党は、農耕を中心とした平民政権の樹立を目指すと唱え、14章に地方組織を結成し、革命行動という月刊誌を刊行した。このようにして、国民党とも共産党とも異なる、第三路線を追求したのである。これ以後、 党円達は、反省解析の各派と連合して、第三党政権樹立や省解析打倒のための、各策を繰り返した。特に、越軍時代の同志との連携を強めたが、1930年の反省各軍の敗北、1931年の満州事変の勃発に伴う、各派大同団結などにより、党の狙いは実現しなかった。これらの策を知ったも、 党の抹殺を決断した。1931年8月19日、党円達は、上海で同志の裏切りにより拘束され、南京に護送された。同年11月29日、党は秘密裏に処刑された。去年37。なお、第3党は、その後も、同志の危機症、昇白人としらにより盗撮された。1947年に、 中国の耕民主党と解消され、現在でも中華人民共和国の民主党派として存続している。ありがとうございます。